では、あの七月三十日のアマゾンコネクトを利用したクラウドウォッチアラムデモ通知のセッションを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずセッションに会える前に一つだけお願いがありますが、このセッションを聞いての感想などを X に統合する方はシェアモディセイうハッシュタグで統合していただければと思います。はい、まずまあ簡単に自己紹介ですが、名前はヒョンジュです。 韓国出身でして、2022年6月に日本に行きまして、今ちょうど2年ぐらいになりました。それで今はクラスメソッドのリテールアプリ競争部のサーバーサイドエンジニアとして働いています。はい、本格的にあの次第に入る前に、一つだけ質問をしたいんですけど、皆さんはあのアプリの障害とか不具合が発生したときに、それを気づくためにどのように通知をしていますか はい。よく使われるアラートの、アラート通知用の方法としては、この3つがあるのかなと思います。メール通知だったり、まあ、フラックなどのチャット通例の通知、そして電話通知ですね。はい。この中で一番気づきやすい通知としては、おそらく電話通知だと思います。この電話通知をするには、Amazon Connect、そして t、まあ、トゥ l i o PayJarduity など、いろんなサービスが使えますが、今回の発表では Amazon Connect について、 話をしたいいと思いま,す、はい、まず AmazonConnect っていうサービスが何かというと AmazonConnect はそれでコンタクトセンターを AmazonConnect で構築をすると初回構築時にハードウェアの準備とか設定が必要ないのでとても初期費用を削減することができますしそしてとても短期間でコンタクトセンターの構築ができるようになります。 そしてクラウド上でそのシステムを構築しているのであの、まあ、ネットがつながっている状況環境であればあの、まあ、エージェントだったり電話通知をするエージェントだったりのテレワークが実現可能になります、はい、そしてコンタクトのフロー、まあ、問い合わせのフローとかそれともエージェントの管理とかをマネジメントコンソールの g y i 上であの簡単にできますので はい、あのとても分かりやすくコンタクトセンターの管理をすることができますそして、まあ、S3 とかラムダとか、まあ、いろんな AWS サービスとの連携がとても簡単ですしクラウドウォッチとかコンタクトレンジでの監視分析もとても簡単ですただ一つだけあの日本ではデフォルトで利用できる Amazon コネットの電話番号がないのでその電話番号を使うためにはまず AWS サポートに の電話番号取得の申請をする必要があります。この申請では、あの会社登録の証明書だったり、それとも事業者のなんか証明できる書類だったり、そういうまあ、3つ4つぐらいの書類を提出する必要があります。それで、それを提出して、もし何万も問題もなければ、申請をして2週間以内にその利用できる電話番号の取得ができるようになります。 はいまあ、このように Amazon コネットについて簡単にあの説明をしましたがもともとそうですねコンタクトセンターの,あの構築のために使われるサービスですただ今回はあの,の Amazon コネットの電話発信機能を利用してクラウドウォッチアラムを電話で通知する方法について話をしたいと思いますはいクラウドウォッチアラムをで Amazon コネットで電話通知するために必要な構成はもう本当にこれだけでして まず、クラウドワーチアラームが接したら、一つのラムダを発火させます。そして、そのラムダでは、Amazon Connect のコンタクトフローっていうのを実行します。はい。それで、そうですね。このコンタクトフローっていうのが何かというと、あの、コンタクトの最初から最後までのカスタマーエクスペリエンスを定義したものです。もともとコンタクトセンターのサービスなので、まあ、カスタマーがコンタクトセンターに問い合わせをして、 で、知ってから、そのカスタマーが経験するイベントのフローを定義したものです。まあ、今回はあのアラート電話通知の,のことなので、アマチュアンネットからあの周知を発信したら、その関係者がその電話に出た後に、あの、この関係者が経験するイベントのあのフローを定義することになります。 それで、ま、一つ一つの、あの、ブロックたちを、ま、イベントを見ると、最初に、あの、ロギングの設定をします。これは、コンタクトフローが実行されるときに、あの、そのログをクラウドウォッチログズに出力するかどうかを設定するブロックです。その後は、音声の設定をします。あの、ま、マジョコネットから電話を加電して、ま、通知するときは、あの、ま、あの、アラートの内容とかのアナウンスが流れると思いますが、そのアナウンスの 音声を設定するものでして、ここではま元号だったり、それともま男性女性のあのま声を設定したりします。そのように音声の設定が終わったら、次はプロンプトを再生します。プロンプトの再生にはまあのま設定しておいたテキストをまそのままアナウンスとして流すようになりますが、今回はあのまオディセ用のあのデモオデッセイデモ用のアラートが発生しました。という。 テキストを設定してますそれでこういうふうにプロンプトの再生まで終わったらコンタクトを終了してそして電話も切断,切断するようになります、はい。これでこういうふうに作成したコンタクトフローをどういうふうにラムダで実行するかというとワンチョコネクトの FTK を利用します。この FTK の中で「スタートアップボイスコンタクト」っていうコマンドを起こりますが ここで必要な必須のパラメータとしては4つがありまして、まず destination.number っていう通知先の電話番号ですね。これはまあ関係者の電話番号になると思いますが、まあ、これを設定して。そして次は実行するコンタクトフローの ID。そしてそのコンタクトフローを管理している Amazon.net のインスタンスの ID。そして force.number ンン。これが通知元の電話番号でして、Amazon.net で利用する電話番号になります。 このようなパラメータで、あの、このスタートアップボイスコンタクトのコマンドを送ると、あの、通知先の電話番号として設定した電話番号に家電をして、そこから関係者があの電話に出たら、そのコンタクトプローを実行するようになります。はい。まあ、こういうふうに、そうですね、あの、この構成で電話通知をすることができまして、実際どういうふうにあの通知がされるかを少し聞いてみたいと思います。 私のほうであの、まあ、事前にこのさっきの構成を構築していましてこの AWS の CLI を利用してクラウドワッチアラムをあの一時的にアラーム状態にして電話通知をしてみたいと思います、はい、ではちょっと裏でコマンドを叩きますはい今コマンドを叩きまして私の電話番号に今こういうように Amazon ネットから電話が切ってます それでこの電話に出てみますこのようにあの設定したプロンプトが再生されました。はい、これでまあ日本語でアナウンスするように音声を設定してますが英語もちゃんと読みました。はい、このように、はい、クラウドワッチャーらも Amazon コネットであの電話通知してみましたが、まあ、これは本当にあの まあアラートが接したら1回電話通知をするだけのとても簡単な構成でしてここからもっとあの通知の効果を上げる構成を考えてみようと、はい、まずあのアラートを電話通知だけあのすることにしたらちょっとあの具体的にどこでどのようなアラートが接したかは把握することが難しいかもしれませんそれでそうですねもちろんあのさっきのコンタクトフローを実行するラムダでそのアラートの内容を アトリビュートとしてコンタクトフローに渡して、コンタクトフローではそれを参照してそのプロンプトにアラートの内容をあの再生することももちろんできます。ただそうだとしてもあのまあ電話でそのアラートの内容を全部あの伝えるのはやはり限界があると思いますし、そしてアラートの種類によってラムダとかコンタクトフローの条件分岐が複雑になるっていう問題もあります。 それであの電話通知ではあのアプリに障害が発生しましたっていうアナウンスだけ流してあの実際との,あの具体的なアラートの内容についてはスラックにもフラックとかそれともメールに通知するそしてそこから内容を把握して調査を進めることがもっと効果的だと思います。それでそうした場合の構成ですがそこまで変わることはなくて、まあ、クラウドア,チアラームが発生したら s n s トピックを経由して そこからあのラムダを発火して、そこから Amazon Connect のコンタクトプロジェクトをして、電話通知をします。そしてそこからさらに s n s トピックを経由して、AWS チャットボットを利用してフラックにも新たな内容を通知します。まあ、ここではまあチャットボットを利用してフラックに通知していますが、うん、まあチャットボットを利用せずにラムダから直接ウェブフックを利用して通知をしたり、それともフラックに通知せずに s n s トピックからメールに通知したり、 することも大丈夫です。まあ、ここで重要なのは、あの、まあ、具体的なアラートの内容が分かるような、あの、通知をすることです。はい。そして次は、あの、そうですね。関係あの深夜時間とか、それとも関係者が移動中の場合には、一回だけの電話通知だと、通知に気づきないときもあると思いますが、そのときに、あの、繰り返し家電をすることでもっと、あの、気づきやすい通知ができると思います。 その、繰り返し家電をする方法はいろいろあるとは思いますが、今回紹介する方法は、コンタクト直性を利用する方法です。このコンタクトフローには、コンタクト直性を設定するっていうブロックがあります。それで、このブロックをフローに追加すると、指定したコンタクト直性が、コンタクトフローが実行される間に設定されるようになります。それで、この例では、コールステータスっていう 属性を指定しててコンタクトフローが実行されたらこのコールステータスっていうのをエンサード,エンサードに設定するようにしています。それでランダ側ではこの属性を確認してもしエンサードに設定されていなかったら通知先側で電話に出なかった、まあ、その通知がもらえなかったと判断して繰り返し家電をするあの形です。それでこのコンタクト属性をどういうふうにあの ラムダ側で参照すするかとというとこれも同じく、SDK、を利用します最初にスタートアパウンドボイスコンタクトコマンドで家電をしてから一定時間後に例えば30秒後にそのコンタクト属性を参照「ゲットコンタクトアトリビュート」っていうコマンドで参照しますその後のコールステータス」っていうコンタクト属性がもしエンファードになっていた設定されていたら 通知先側で、その通知がもらえたと判断して、そのままフロ,ーフローを終了します。もしエンサードにされてなかったら、通知先側でまだ電話入出てなかった、まだコンタクトが実行されなかったということになるので、まあ、あの繰り返し家電をするようにします。ここでの,あの繰り返し家電はまたあの、スタートアップアウンドボイスコンタクトコマンドでできます。はい、ここでそうですね。 まだあの家電中のコンタクトがある場合にまたその電話番号に家電をしようとすると正常に動作しない可能性があります。それでもしあのそうですね家電中のコンタクトがある場合はそれをちゃんとあのコンタクトを終了させてから繰り返し家電をする必要があります。 それで、そのコンタクトが終了されているかどうかをどうやって確認するかというと、同じく SDK を利用して、describe contact っていうコマンドを叩いて、このコンタクトの情報を参照して、そこから disconnect timestamp っていうあの項目をあの確認します。これはコンタクトが終了された時間が、時間の項目ですが、もし、あの、 ディスコネクトタイムスタンプが設定されていたらちゃんとコンタクトが実行されて終了までできたっていうことなのでそのまま繰り返し家電をすることになりますしもしディスコネクトタイムスタンプに値がなかったらまだ家電中でコンタクトも終了されていないことになるのでまずそのコンタクトを終了してストップコンタクトというコマンドで終了してまた繰り返し家電をする。 ようにすることで、はい、解消ができます。はい、こういうように、そうですね。繰り返し家電を利用して、もっと気づきやすい。あの。中一に、中一を考えてみました。はい、そして、まあ、最後なんですけど、まあ、コンタクトフローの中で、ラムダを発火させて。障害の一時対応をすることです。はい、あの、まあ、例えば、あの、イーシートインスタンスで。何か障害が。 障害が発生してそれがアプリにとてもクリティカルな影響を与えて,与えているとしますその時にあの通知は設定しているので関係者にあの障害の通知は行くと思うんですがその関係者がその通知に気づいてそしてマネジメントコンソール入って意思通を停止したりそういう対応するその間はずっと障害が続けてそのだんだんその影響が増えてしまいます、まあ、その時はあのそうですね こういうように、あの、コンタクトフローの中で、ラムダを発火させるブロックを設置して障害の、障害の一時対応するラムダを作成して、それを発火させるようにすることで、その、障害が発生してから、それを対応するまでの間の影響を最小限にすることができます。はい。そして、ちょっとあの、まあ、ちょっとやりすぎかもしれませんが、その、せっかくコンタクトセンターの サービスを利用しているのでこのラムダを発火させる前にあのこのプロモプトを再生する段階で関係者にあのもし今あの今 EC2 で何か障害が発生しましたで EC2 を停止するなら1番もし何もしないなら2番を入力してくださいっていうアナウンスをしてそこからの,あの関係者の入力をもとにラムダ側で一時対応することもできます。 はいまあ、こういうふうに、そうですね。あのまあ、他の AWS サービスを使ったり、それともコンタクトフローのいろんな機能を利用して、もっと効果的な通知ができる構成を考えてみました。はい。それで、そうですね。最後の内容ですが、Amazon Connect でクラウドウーチアラームを電話通知するときの注意事項やあのティップについて、最後に話したいと思います。はい、まずあの、コンタクトフローを は修正してそそれれを保存するだけだけとその修正が適用されません。で、この修正を知ってからはあの必ずこの「公開」ボタンをクリックしてその修正を適用させる必要がありますそれでもしそうですねコンタクトフローを修正してその修正がちゃんと適用されていなければこの「公開」をするのを忘れていないかをチェックしてくださいはいそして次はあの まあそうですね。AWS のサービスを利用している方は、もうすでに権限の制御については、皆さん慣れていると思いますが、同じく、そうですね、電話通知のシステムを構築するときは、この権限周りをちゃんと注意してください。特に Amazon Connect の,あの電話番号とか、フレットモーコンタクトフローとかは、全部 Amazon インスタンス、インスタンス管理で、インスタンス単位で 管理されるんですけど、インスタンス単位のあの権限もちゃんとチェックする必要があります。あの今回はあのアマゾンあの,あの,あのアラート電話通知ということでアマゾンコネクトからあの加電をすると思いますが、そのためにあのアウトバウンドコールの権限をちゃかちゃんと付与されているかをチェックする必要があります。そしてそれ以外にもあのマ、まあ、クラウドワーチアラムとかそれとも SNS トピックとかそれともアマゾンコネクトとか。 でラムダを破壊させるのでこのラムダのリソースベースのポリシーステートメントの設定もちゃんとできているかを確認する必要がありますそしてそれ以外にも他の AWS サービスとかコンタクトフローを利用している場合はそれらの権限もちゃんとチェックする必要があります、はい、この権限周りは AWS を利用しているととても基本に頻繁にミスしてしまう ところなのでまあ改めて注意しましょうはい、次は API のフローテリングについてです Amazon Connect の,あの公式ドキュメントを見ると Amazon Connect サービス API これが先ほど Lambda で実行したスタートアパウンドボイスコンタクトとかそれともストップコンタクトとかそういう API なんですけどまあ、それを利用している場合はあの1秒あたりに リリクエストのレイトリミットと1秒当たりリクエストのバウスタリミットという制限がありますそしてその制限を超えると2メニューリキエ e ト c e セプションというフロットリングのエラーが発生しますそれでもし一、まあ、つの電話番号に、まあ、1回電話通知をするとか、まあ、API はあんまり呼ばない場合だとあの、まあ、この制限を超えることがほぼないと思いますので特に気にしなくても大丈夫ですが もし複数の電話番号に電話通知をして、それをま並列で行うとしたら、このフロートリングのエラーが発生する可能性があるので、その対策を考える必要があります。それで、どういう対策があるかというと、まず、AWS サポートに上限緩和を申請する方法です。でそうですね、その構築しているシステムで、API リクエストがどのぐらい発生するかを把握して、 して、そのリクエフトが耐えられるように、上限緩和を申請する方法です。まあ、ただ、これだけすると、あのその時点でのフローテリングエラーは解消されるとは思いますが、もし、あのまあ、電話通知をする通知先がちょっと増えたり、それともアラートが連続して発生して、一時的に API のリクエフトが増えたりする場合は、またフローテリングのエラーが発生する可能性があります。 なので、その他の対策も考えておくのが安全です。まあ、その中で一つが、リクエフト再試行ですね。これは、まあ、API リクエフトが失敗したら、また、あの、それをリトライすることで、その実行を成功させる方法でして、一番対応的な手法としては、あの、皆さんご存知だと思いますが、エクスポネンシャルバックオフっていう手法があります。これは、リクエフトが失敗した時のリトライ。 をするときに、そのリトライごとの、その感覚を徐々に長くすることで。この成功率、リトライの成功率を高くすることです。例えば、すね、あの。コンタクトフローを実行する A. P. I. を叩いて、それがフロートリングエラーによって。失敗したときに、まず1秒を待って、リトライをしてみて。そのリトライでも、また失敗した場合は。その次は、まあ、二秒を待って、リトライをするとか。そして、その次は4秒。 次は8秒みたいに徐々に長くする方法です。まあ、こういうふうにあのそうですねスローテリングエラーが発生した時のハンドリングをしてこの解消する方法がありまして次はキューイング,イングです。AWS ではあのキューイングのための,の SKS というサービスを提供してますがこの SKS と Lambda を連携して API リクエストを非同期的にちょっと処理していく。 方法もあります。それ次は、あの、実装の内容をちょっと修正して API リキエフトのタイミングを調整する方法もあります。それでもし、複数の電話番号に通知する必要がある場合は、まず一つの電話番号に通知をして、それが終了されたらまた次の電話番号に通知するとか、それとも、まあ、複数の電話番号に並列で通知はするけど、その API をリキエフトするタイミングをバラバラにするとか、 そういう形でフルーティングのエラーを解消することができます。はい。そして次は、まあ、最後のヒップなんですけど、ルズバン電話設定についてです。中心キャリアと中心会社によってルズバン電話設定がそれぞれの電話番号にあると思いますが、この設定によって、あの、アマチョコネットからの家電がルズバン電話センターに転送された場合に、 コンタクトフローとしては、そのコンタクトが正常にあの実行されて、そして通知先側でもあの電話に出たっていう判断になります。それで、まあ実際電話に出なかったけど、それ、あの、コンタクトフローがちゃんと正常にあの実行されてしまいます。これがどこで問題になるかというと、まあそこまで問題になるケースはあまりないとは思いますが、例えば先ほどの,あのコンタクト直接を利用してラムダ側で、 繰り返し家電をする仕組みそこでは問題になる可能性がありますはいまあこの Amazon ネットから家電をしてその家電が留守ン電話に留守ン電話センターに転送されるタイミングでコンタクトフローが実行されてしまうのでその中でコンタあのフローに追加してたコンタクト直線を設定するっていうブロックも実行されてしまいますそれでラムダ側であの家電をしてこのコンタクト直線を 参照するときに、それがあの、実際、では、電話に出なかったけど。その直線が設定されてしまうので。ま、先側で電話に出たと判断して、繰り返し家電が。あの、家電をしないことになる可能性があります。それで、こちらも、まあ、解消するには、二つの方法があると思いまして、まずは。あの、ラムダから、コンタクト直線を参照するタイミングを。この。アマゾンネットからの家電が。 ル守ーン電話センターに転送される前にするとかそれともこのそれぞれの集中先の電話番号でのルルーン電話設定をしてル守番ーン電話センターにこの家電が転送されないようにする方法があります。はい、まあ、こういうふうにそうですねあの、まあ、今回あのルーズン電話設定のところもちょっと紹介をしましたが、まあ普段は はい、あんまり発生しないケースではありますが個人的にこの問題で困ったことがあったので紹介をしましたはいこれでそうですね、まあ、今回私の方で準備した内容は、まあ、一旦以上なんですけどそうです、ね、この発表ではあの Amazon Connect を利用してクラウドワッチアラームをあの電話で通知する方法について説明をしましたそしてそこからさらにあの簡単な構成からちょっとカスタマイズしてもっと効果的な通知になる構成を考えてみました そそしししててのの際の注意事項とかティップについても話をしました、はいまあ、今回は Amazon コネットアラームをあの電話で通知することを前提で話をしましたが実は Amazon コ,コネットのコンタクトプロだけ実行できる,実行できるとしたら、まあ、必ずクラウドウォッチアラームじゃなくても他のアラームについてもまあ電話で通知することができますし そして、コンタクトフォローを実行するのも、まあ、必ずラムダじゃなくても、まあ、EC2 とか、その、まあ、コンタクトフォローがあのを実行することさえできれば、他のサービスを使っても全然大丈夫です。はい。なので、そこまで、はい、難しい構成ではないので、まあ、J、そうですね。あの、アラートを電話で通知して、障害をなるべく早く気づいて、その、障害についての影響を最小限にすることを、はい、試してみてください。 はい。では、発表は以上とさせていただきます。ありがとうございます。